こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は8月19日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。8月19日は獅子座、この人は物事を評価する才能に長けてて、物事をこう状況とか人間関係とか、揉め事であったりとか、それをこうワッと掴んでどうしていこうとか、こういうふうにしようぜとかっていうふうに提案していきたりとか、把握する能力っていうのが高い、そういう才能が優れやすいですね。だから人に影響を与える役目を持っているし、新しい考えを提起して人に影響を与えるみたいな感じの、こうなんて言ったらな、フレッシュ側の人間というか、今までこうやったやん、これからこうしていこうよ、こういうのがあるらしいよみたいな感じで、こう、あ、今そんなんあるみたいな、それってうちの事務所でも使えるみたいな、そういうのあるの、新しい風をその自分が所属している環境だったり、その場所だったりにこう持ち込むタイプの人間なので、ともするとそのなんていうの、ことなかれというか変化を嫌う系の人たちにすると、ちょっとこうややこしいこと言ってくるやつやなみたいな、今まで通りでいいじゃんみたいな、なんかそういう風なこう厄介事を持ち込む人にも見えがちやし、変化が好きな人たちには刺激的で面白くって、頭の回転が速くて柔軟な人みたいな感じのこう印象を持たれやすい。だから、どこで活躍するか結構重要やって、歓迎されるところで働いてもらえるとハッピーかなと私なんか思うんですけども。で、基本的にエネルギッシュですよね。で、大胆である、行動的である、ここまで使えるって分かってたらもうバッと使えるみたいな、ちょびちょびこうちょっとちょっとずつみたいな感じでザーッと入れるみたいな、こうもうなんつうの、 100g の小麦粉をボウルに入れるなら、160g 入ってるやつやから、半分以上やろってザッてガッて入れてしまって、こんぐらい残ったらほらもう96いってるやんみたいな、そういうこう大胆さ、ガバッといけみたいな、もうちょび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 やってられへんやんって決まってんやろみたいな、そういうこうもうせっかちやと思うし、分かってるんやったらここまで何をためらうことがあるみたいな、強胆さみたいなものが終わりかなと思います。で、頭賢いですね。頭脳明晰で、物事を進めることに対してのためらいがあんまりないので、おるんすよね、世の中ではこうちょっとずつちょっとずつこう失敗しないように進めていくっていう風な、慎重さだったりとか細やかさってものを持ってる人もいてるんだけども、8月19日っていうのはそういうこう進めるところまでもうためらいなくわっと進めるみたいな、そういう物事を進める才能であったりとか、大胆さであったりとか、アクセルの強さというか、大胆、そのこう強火というか、ガッといけみたいな、そういうこう強胆さがあるので、そういうのが好きな人にはもうたまらん親分、たまらん人材、たまらんメンバーという風な形で活躍なさるんじゃないかなと思うんですけれども、ハラハラするとか、こぼしたらどうするんとか、失敗したらどうするんとかってこう言われてしまうってことも、同じ人間のことやねんけども、好意的に取られることと、もうヒヤヒヤするとか、めっちゃ怖いとか、なんでそこまでその一気に行くんみたいな感じで思われたりみたいなことも、あなたのことを好ましいと思う人間とそうじゃない人間って結構きれいに分かれるよねみたいなところですね。で、非常に社交的で、自発的である、関わりってものに対して前向きであればあるほど運気がいいですね、この人はね。人間と人間関わるみたいな感じのこう人間との関わりに対して、前向きである。で、好意的であればあるほど運気はいいですね。別に好かれてようが嫌われてようがやることはやるしみたいな、そういう風なこう前向きさみたいなものだったりとか、カラッとした感じっていうのはこの人の一つの魅力であろうし、なんかネチネチいじめたりしないみたいな、こうすがすがしさみたいなのがこの人にはありますね。
やめてよ。すいません、ちょっと鳥が私のピアスをついばんで。壊れるからやめてほしい。気に入ってんねん。はい、すいません。はい。で、野心家で、いつもこう輝いていたいとか、注目を浴びていたいとかってことをこう思うんですよね。で、それは、あなたの誇り高さであったりとか、自信の総量というか、そういう風な気質によるものやって、普通の人よりも、自分に対する求めるレベルみたいなものとか、いつもこう自分をこう昨日の自分を超えていたいみたいな、そういうことをナチュラルに考える、たきつけられるでもなく思うみたいなところがあらはって、その志の高さというか、思いの強さみたいなものは、みんなが「わ、8月19日が頑張ってるから私も頑張ろう」って思わせるような、こう何かこう、なんやろな、すがすがしいこうアスリートみたいな、そういう風なところがあんねんけども、それはそれでこうひっくり返してしまうと、人ってそんなずっと365日一生ずっと前向きでカラッとしてられへんからさ、毎日毎日の昨日の自分を更新してられへんし、調子が悪い日もあれば老いや病気もあるし、愚かなことをしてしまってつまずいてひっくり返してしまうようなこともあるじゃないですか。その時にそういう自分のその野心とか、注目を浴びてたりとか輝いてたりってものが全部自分にこうひっくり返ってくるっていうか、自分をこう攻撃する材料っていうの、昨日の自分を更新してないとダメだよねって言ってた、その時の自分がダメになってしまった自分っていうものに刃を向くみたいな、そういう風なこう自滅の仕方、二次的被害ですよね。ダメになってそこから素直に立ち上がる前に、成長してないとダメって言ってた自分が自分を攻撃し始めるっていうタイプの、立ち直りの遅さみたいな感じのつまずき方っていうのをしたりするので、常に向上していくとか、常に上を目指すとか、輝いて注目されて前向きであるってことはもちろん美しいことなんだけれども、それだけが正義ではない、それ以外のそういう道以外の人の拠り所っていうのも確かに存在するっていう風な、懐の深さみたいなものっていうのを元気なうちに作っておくってことが、8月19日のこう命綱となる、最終的なこう命綱になるんじゃないかなと思います。ずっと更新し続けるってことは、ほとんどの場合無理なので、そういうこうダメな自分でもまあいいやぐらいのこうちょっとこうふてぶてしいというか、ずうずうしい自分っていうのがこう形作れていると回復が早いっていう風なところはありますね。で、イマジネーションですね。イマジネーションに優れており、自己表現欲が強いです。だからこそその輝いてるって自分をこう使って注目を浴びたりとか、自分を商品化したりとか、主導権を握ったり、中心的な役目っていうものを果たしやすいところがあります。で、こう知性と直感により常に、積極的な姿勢を持つことがこの人の、勝ちパターンですね。いわゆる勝ちパターンであったりとか、こう前向きであると、すごく強いし、自分の意見を、その自分 の自己表現欲であったりとか、知性ですね。で、当たりのつけ方もなかなか鋭いところがあって、その冒頭でも申し上げた状況をつかむ能力が高かったりするので、その状況をつかむ能力によって今どのように発信すれば大衆の心をつかむことができるのかみたいなことも、分かりやすかった、把握する賢さみたいなのがあって、その自分の主張をどのように発信するのかみたいなツボっていうのを教えられずとも知っている8月19日っていうのは結構おったりすると思うんですよね。で、そのだからこの人の場合、その自分が信じている信念とか、出来事とかに向かって、それをこう実現させるためとか、目標を達成させるためとかに向かってこうエネルギーを注げるような仕事の仕方ができたら、もうめちゃくちゃハッピーやと思うし、それのためには全然こう、労を惜しまないというか、一生懸命働かはるんじゃないかなというふうに思います。非常に信念ありきの人ですね。自分のこうイマジネーションであったりとか、思ってることとか、それなんていうの、俺をすごいと思ってくれみたいな、そんなんでも全然構わへんねんけども、そうなんていうの、俺はすごい的な、あの子にすごいって言ってもらいたいとか、一番を取りたいとか、そういうモチベーションでも全然構わへんねんけども、何かしらこう信念ありきの人であって、強い意志と決断力でもって、そういう、こう自己実現的なものもそうだし、経済的にも活躍するというか、成功しやすいっていう風な、
ところがありますね。でさっきも言ったけど それが、強くて上を向いてれば向いてるほど成功に近いかっていうと、まあ、実はそうじゃなくって、程よく上を向き続ける、向上心と、まあ8割くらい向上心で2割くらいはそのまま、ダメでもいいじゃんっていう自分をその残りがで作っておくってことこそが、8月19日がそのまあ人間だから波があるからさ、いい時も悪い時も毎日積み重ねたりとか自分を否定して自分でくちゃくちゃにしてしまわないための、精神的な防波堤としての役割っていうのは全て全振りで向上に向かうってことは多分違うんじゃないかなと思いますね。精神的な潜在能力というか精神的なこう強さ信念みたいなもので回るところがあるのでそこっていうものにあんまりこう全体重をかけないっていうのは結構重要なことかなと思います。でまあ、非常にまあそういう意味で洞察力のここって決まったらそこに対しての賢さとか洞察力ですね物事を把握する力っていうものがこう突貫的にガーッと伸びていくので何かにこう没頭できる狂気みたいなものをこう持っている人ですね。没頭するっつっても没頭するせえへん没頭できるできないってやっぱ人によるんですよね。 できない人ももちろんいてるし8月19日はできるできるって結構ねちょっとこうねネジが飛んでるというか狂ってないとできないんですよ。普通人間はこうトイレにも行きたいし気も散るし休憩もしたいしあくびも出るし肩も凝るからさ。けどもこうぐっとこうそこに集中してありとあらゆるものをこうちょっとこう度外視してしまう狂気なんですよね。没頭っていうのはそういうふうなこう狂気をはらみやすい部品の構成ってのを持ってますね。で忙しくしてるのが好きだと思います。自分が知りたいこととか自分がやりたいことに対してこう熱中しておりそれによって忙しいっていうのはこの人にとってのこうある種の幸福の形なのかなというふうに思います。でこの人の場合その、まあ、物質的な執着ですね。お金とか物とか、まあ、いい服着たいとかいいとこ住みたいとかさ、お金欲しいとかそういうこう自分のそういう精神的な未成熟な軽薄な一面っていうかっていうものが上がっていくと一攫千金を狙いに自分の人生をベットしてしまうみたいなところが欠けてしまうってところがあってこれだけこう素晴らしい才能であったりとか気質を持っていても自分の肉体と機運をギャンブルというか、まあ、山間みたいなものに頼ってしまってゴールドラッシュの中にこう飛び込んでいくみたいなそういうふうなこう軽薄な一面ってものを見せたりするところがあるので、まあ、それは本当の幼児性の高い状態がそういうふうな行動に走らせるんかなとは思うんだけれどもなんつったんやろなちょっとこう手っ取り早く結果を出したいっていう風な気持ちに逃げるところがちょっとありますね。そこに関してはまあちゃんと実力つけてコツコツ信用重ねる以外に仕事の進め方ってないんちゃうっていうのが、まあ、私なんかはそっち側の考えの人間なんで思っちゃうんですけども、まあ、そういうこう一攫千金を狙いにこう山間的なものに自分の身を投じてしまうっていう風な、幼児性というか思い切りの良さというかあるねってとこですね。でまあちょっとこう物事を自分の思い通りにしてしまいたいという風な傾向っていうのもそこに拍車をかけるかなというふうに思いますが、物質的な執着がちょっと強いので必要以上にお金の心配をしてしまうっていう風な部品がちょっと強く反応しやすいですね。でこの人の場合冒頭でも申し上げたようにその大胆でエネルギッシュで行動的なのでエネルギーが普通の人にもこう元気が回りやすいんですよね。せっかちでやりたいことがあってこうわーっとこうなるので自分のエネルギーを未発散になりがち力があるからいいねっていうか力があるってこと使わんといかんわけよ。だからこう田舎とかでさ若くってさやることない子はさその走り出しちゃうわけやんか。なんかそういうこうやることがないっていうのも未発散によるフラストレーションがたまるんだけれども発散する系の
あのストレス解消というか出す系のストレス発散というか、あの別に趣味でもあの何でも構へんねんけど、あのストレスが溜まるものなので、あの溜め込む系のストレス発散、その本を読むとかさ、ドラマを見るとか、本こそなんかこう何かの文化に触れてわーっていうのってこう吸収する系やんか。吸収する系のエンターテインメントとか勉強とかその、趣味とかっていうのももちろん人間には必要だと思うんだけども、8月19日はどっちかっていうとこう発散する系の、趣味だったりとか、運動だったりとか、そのまあ何断捨離捨てるとか、あの大声を出すとか、歌うとか踊るとか、走ってヘトヘトになるとか、いっぱいその書くとか、そういう、 こう発散す出す系の、アクションってことが、この人のこうエネルギーを、あのこの人のこうエネルギーをちゃんと巡らせるってことには、あの一役買うんじゃないかなと思うので、そういう地形の趣味というかそっち系の活動ってものができる8月19日は巡りがいいかなというふうに思いますね。こうぐーっと溜まって炎症が起きるんですよね。そういう意味でのこうフラストレーションというかイライラする、うーんっていうのはちょっと強いかなと思います。仲良く、自分と仲良く付き合ってほしいですね。で、あのそういう部分がちょっとそのインとアウトのその弁がどうしてもこうあるので、頭賢いそのまあ物一個の決めたことに関してのその専門性とかの鋭さっていうのはすごいんやけれども、だからこそのその、 あの大胆やねんけども、その皮肉と無邪気の両方っていうのを兼ね備えるんですよね。だからそのこう自分の何て言うのな、あのやいバカめって言わへんと、あ、分からはれへんねんやみたいな、なんつったんやろな、私もあんまり皮肉とかよく分かんないんだけれども、そういうこう、案にバカにするみたいなことをし始める一面っていうのがありますね。それはまあこの人の賢さだったりとか、フラストレーションの溜まってる部分によって出てくるところかなと思うんですけれども、それができるのはまあ繊細であったりとか、本当は揉めたくないとかっていう臆病さであったりとかで、そういう風になるんじゃないかなと思います。だからまあこの人のまあ、繊細さと、強端さっていうか、細やかな自分ってものと、でも溜まってしまって発散しないといけないっていう自分っていうのを、そのバランスっていうのは、自分でこうやって占い師が言ってたなと思って、そのちょっとこうそういうところに意思を持って見て観察してみると、全然その発散系 の趣味持ってないなとか、自分の繊細さをずっとこうないがしろにしてたなとか、どこかにそういう、 こう穴が開いてるっていう風な結果に気づくんじゃないかなというふうにも思ったりします。結構ね、相異なるものなので、どっちかが抜けてるってことはね、大いにありえるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、この人の場合、まあ、自分の仕事にプライドがあったりとか、重要視する傾向があるので、仕事で活躍できるってことで、仕事でそういうものをこう、活躍させていけるってことが、こう、すごくハッピーな流れだろうなと思いますね。それによって、この人はその、忍耐とか、寛容性みたいなのが鍛えられていって、良いリーダーとか、良い先輩になっていくんじゃないかなと思います。あとは、まあ、身体性がどうしてもつながりやすいので、体ね、ひらめきとか直感とか。で、身体性がつながってきちゃうと、ひらめきと繊細性と勇気ですね。が、この人の場合、こう、上がりやすいパラメーターというか、かな。で、営業職とか政治の世界で活躍しやすいですね。で、エンターテインメント業界でも、いいです。何かしら、こう、人から注目されて、何かしらの評価を受けるみたいな場面向いてるよみたいな感じ。商売の才能もあるし、自分で立ち上げるとこううまいこといきやすいっていう風な器を持っています。で、人生の区切りとしては3歳と33歳となっておりまして、3歳から33歳の時期っていうのが、まあ、物事を見極めることの大切さとか、なんつったらな、調和とか角を立てずに自分の仕事をやりつつ自分のやりたいことをやるってどういうことなみたいな感じの、知恵を絞ったりとか処世術を学ぶみたいなのが3歳から33歳って感じですね。で、33歳以降っていうのが人間関係を築くことっていう風なテーマになってきて、まあ社交性とかこう、群れをまとめるみたいなテーマっていうのにこう関わってくるかな。まあ、なんしか8月19日は一人でおるってことあんまりこう人生で求められないというか、
みんながありきみたいなところの人生っていうのを送るんじゃないかなというふうに思います。でここまでの話っていうのは、私の占いの知識の星占いとか、心理学とか易とか気学、星占いと気学と数秘術と星占いと易と気学と数秘術と心理学の知識を使って喋ってるんですけれども、私の専門は手相占いなので、手相を見せてもらうともうちょっといろいろ喋れます。今日なんかやったら8月19日って日にちで区切ってお話しさせてもらってんねんけども、それこそ8月19日生まれっつっても、それぞれ皆さん手相違うと思うし、手相は完全な個人運勢学なので、それぞれその双子でも手相って違うんですよ。でめっちゃ面白いんやけども、手相で何が分かるかって言ったら、その人の輪郭であったりとか人生の流れが分かる。で今やったら3歳と33歳って言ったけども、これは星占いからの知識あって、手相でも年齢読むんですよ。ここで何歳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 って読んでいくんですよ。でそれによってあなたの人生今まあいくつやから、何年後に人生の区切りが来て流れ変わるよとか、ここで動くけどこれは終わったら次何年経つよとか、そういう風な話ができたりします。まあめっちゃ面白いので、そういうのお好きな方ぜひ手相見せに来てください。はい。で、次、8月19日生まれさんのパートナーシップですね。パートナーシップ、恋愛とか仕事における人間関係、経済を共にする共同経営者はどんな感じの人がいいのっていう風な話ですね。基本的に8月19日は社交的なんで、友人関係にはそんなに困らないんじゃないのっていう風な、器を持っています。で、サービス精神というか、察しはいいんですけれども、なんて周りに来てくれる人に対して何でもやってあげるっていうのは握手であるっていう、良くない手であるっていうのがあって、ああこういう風に言ってほしいんやろな、こういう風にやってほしいんやろな、手伝おうか、やってあげようかってついつい言いがちやねんけど、その察しはいいんやけども、何でもやってあげるっていうのは人、その人のためにならないことがいっぱいあるし、逆恨みされたりもするの でなおかつ8月19日はこう光が強いから、揉め事に巻き込まれやすいっていうのもあるので、ほんまに優しいってどういうことなんか、ほんまの人間関係ってほんまの助け合うってどういうことなんかみたいなものを一回ちょっとこう情に流されずに考えるっていう風な、機会があった方が8月19日は、楽しく暮らせるんじゃないかなと思いますね。で8月19日のパートナーとしては、基本的にちょっと8月19日はそうは見えないんだけども、経済的な不安ってものが結構こう大きく心配の種になりやすかったりするので、パートナーがジャブジャブお金勝手に使うタイプ多分耐えられないと思うんですよ。だから働き者でお金に対して堅実な人がいいと思う。でそれはお金に対してもそうだし、その暮らしであったりとか、エネルギーであったりとか、さっき言ったその人に優しくする線引き、そこまで助けてあげるって言ったら友達じゃないとかってことを、冷たいようかもしれへんけども、まずは私たちが自立しての話やんかっていうことをちゃんとこう認識して言語化できるぐらいの着実性というか堅実性みたいなものが、かわいそうの助けてあげたら私たちのことなんかどうでもいいからとかっていう人多分長続きせんやと思うやんか。8月19日がちょっとどうあっても、ひっくり返ってきても、君の分のご飯あるけど食べるみたいな、自分ちょっと冷たいように見えるかもしれへんけど、それぐらいこう堅実で軸足がしっかり沿ってできちっと働くみたいな感じの人が8月19日のパートナーとしてはええんちゃうかなと思いますね。変に光が、変にというか、まあ光が強い人やから、8月19日自体があなたにごめんやで言い方悪いけど取り入るとメリットが多いって感じる人間多いし、そういう人に変に利用されるのって傷つくやんか。だからそういうのもあんまり求めてこない人っていうのもやっぱり大事かなとは思いますね。もちろん利害関係があって利用し合うとかっていう風な付き合いが全然できるんやったら構わへんねんけども、そこに関してのその何て言うのバランスの取り方っていうのは大事かなと思います。堅実な人間ね、働き者で、で自分に必要なことはちゃんとやるみたいな感じの動きができる人がおすすめだというところで、はい、というところでここまで聞いてくれはってありがとうございました。楽しい人生送ってくださいね。それではほなねー。